こうコミュニティ作りみたいな感じになってまして、こう、原田君と下げていくためには、原田君とチャンピオンがここで話し、山中先生と話し、まあ、自転車は全然売れないんですけど、こんな形でいろんな新しい関わりがここでできる。あとこれ、あの最新の課題なんですけど、動物の森が僕やれないんで、ひょっとしたらまた課題で出るかもしれないんで、皆さんよろしくお願いします。おっさんばっかり汚い絵ですよ。マジでしたね。何ですか。試合に出ないと、勝負してるなっていう。まあ、だから、まあ、下もまあ自転車屋さんではあるんですが、まあ、そういうこうコミュニティ作りというかも含めてみたいな形なので、まあ、一体運営ではないんですけどね。お金も埋めるじゃないですか。そういう感じです。そういう形にしていかないと、今の市が一回一緒に抱えて、この辺の最近ビジネスをやるというのがないです。まあ、こんな感じで、あの同じ場所でバラバラにいろいろとこう話してる感じですね。例えばそこにあるのが信用です。信用を本来で吉野川市を作る。ああ、なるほど。みんなそんな風に使うよこれ。らしいです。なんかな、はい、それをちゃんとタレタンにやってるわけではなく、市の事業をくっつけて。もともとだから大学の授業があったんで、そこで調べて、市の許可ももらって、はい、市のキャスト、マスコットキャラクターを使わせてきたデータを頂戴って言って。そうですね。これ あ, のあれですよ、だからあの我々の、まあ、仕事ファクトリーの時 の, あの僕がやって、あの原一緒に出てきた時に、あの原田君がプレゼンして最後の方に言ってたのこれですよ。その時の2日前にちょっと奥様が絵を描いて、あの我々の仕事ファクトリーで一発目話し出来上がってきました。はい、コロナ対策補助金使ってます。そうです。僕が委員長のやつです。はい、っていうような関わりですね。まあ面白いですね。だからそういう、だから全然なんか補助金のためにやったわけじゃなくて、あの段階からもうやるやるって言っててっていうのではあるんですけどね。全国全世界から遊びに来るんですけど、コードさえ入れて、遊歩で担当させてもらってる神社を作ってるんですけど、その神社もまあ、ここで、あのさっきのあの御朱印の神社です。あそこであの説明しておきました。川田八幡神社です。これ市の職員をイメージして、住友ですか。あ、住友君ですね。住友ですね。ちょっと足が足らないんですけど、本当にもっと足長いんですけど、背の高いイケメンです。そう、イケメンですね。まあ、来ていただいたら、もし本物の神社みたいとかなったらね、いいなっていうのは思いますけど、だから、あと Google のマイビジネスっていうのがあるんですけど、それを全部連携させてお店とか作るのが、あーなるほど、あそういうことなんですね。バーチャルで売れるようにするってことは連携させるんです。あそこまで思ってませんし、八幡のアルファベットないじゃないですか。まだね、まだできないね。でもほらできないよね。これがだからのネイティブのテックの方ですよ。テクノロジー、テクノロジーの方ですよ。テクノロジーっていう、はい、まあ、でも今年コロナでお祭りも盛大にちょっとできなくて、屋台とかも全くなかったんで、ちょっとの雰囲気を味わってもらうためにちょっと盛大に、これが市のマスコットキャラクターのヨッピー。ちょっとほな
昔吉野川遊園地のキャラクターだったものを滋賀ヨッピーさん、ヨッピーさん、マジか、了解です。ちょっと今確認してみて買い上げた、はい、お願いします。はい、すいません。そう、あのね、もう結局、うん、あ、滋賀を3人で、ちょっとマウンテンっぽいような感じですね。はい、以上です。